アラブさん、こちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、三菱 UFJ 銀行が総額1億円プレゼントキャンペーン、インターネット通帳に切り替えて、先着10万名様に1000円プレゼントということで、今回は以前あの動画でもちょっとお伝えした、 三菱 UFJ 銀行の紙タイプの通帳がなくなると少しお話したんですけども、その紙タイプからインターネット通帳に切り替えることでのキャンペーンというのがちょっと発表されたので、まあそちらについてサクッとお伝えしていこうと思います。ということで、まずはこちらからですね。 じゃんということで、読み上げると、エコ通帳に切り替えて、先着10万名様に1000円プレゼント、総額1億円プレゼントキャンペーンということで、いやー、また三菱 UFJ 銀行も、ま、思い切ったキャンペーンをスタートしましたね。 ま、このキャンペーンっていうのは簡単に言うと、お題でも軽くお伝えしたように、紙タイプの通帳からインターネット通帳。ま、この中ではエコ通帳とも呼ぶみたいなんですが、そのエコ通帳に切り替えたらこのキャンペーンに参加ができるということになっています。 で、期間は2020年の1月24日の本日からスタートしていまして、3月の15日まで開催されてます。ちなみにこのキャンペーンに参加するにはもちろん三菱 UFJ 銀行を持ってる方でないといけないので、そこもお気をつけください。 ちなみに僕も三菱 UFJ 銀行の通帳を持っているんですが、これはですね、結構若い頃に作成して、それ以降全然使ってないんですよね。なので結構いいタイミングでちょっと面白そうなキャンペーンが始まったなっていう風に僕自身は思っています。で、この紙タイプの通帳からエコ通帳に切り替えることのメリットというのが公式ページに記載されていたので、そちらも引っ張ってきまして、これがその3つなんですけども、 まず三つの中の一つ目は最長でも10年分の明細が見れるということで、これはこれまでまあ利用した入出金の明細をスマートフォンやあとはパソコンでも見ることができるということ。そして二つ目は紙の通帳より管理が楽で便利ということで、やっぱりこれがこのエコ通帳の魅力的なところかなと思います。まあ僕も基本的には別の銀行にはなるんですけども、スマートフォンで基本銀行口座の管理をしているのと、あとはその かけばアプリとも連動してるので、これが本当やっぱり便利だなというところかなと思います。まあやっぱりこれが一番の醍醐味だなと思ってますね。そして三つ目は、投稿 ATM 手数料が無料になるということで、これはスーパー普通預金で三菱 UFJ ダイレクトを初回登録した後にエコ通帳を利用したら ATM 手数料が無料になるということになっています。 次に、このキャンペーンの対象者となる方なんですけども、大きく3つ条件があります。まず1つ目は、まず1番、2020年1月23日時点で、三菱 UFJ 銀行の普通預金口座を開設済み、かつエコ通帳未契約の方ということになってます。そして、2つ目は、キャンペーンの期間中にエコ通帳に切り替えが完了している方。 そして3つ目は、キャンペーン期間中に、キャンペーンサイトから登録参加登録が完了している方、この3つが完了している方が、今回のこのキャンペーンの対象者となります。なので、ここはお間違えないようにお願いします。 そして、もらえる1000円なんですけども、今回は先着で10万名様にということで、実際に、まあ、2020年の3月頃に、三菱 UFJ ダイレクトの普通預金口座に入金がされるということになります。で、このキャンペーンについてちょっとした注意点がありまして、これ2つですね。まず一つ目は、インターネットバンキングの契約が必須ということ。そして、 キャンペーンに申し込んだら1年間はエコ通帳の解約受付はできないということですね。なので、まあこれら2つに気をつけた上でキャンペーンに参加してみてください。やっぱりこう紙の通帳がいいみたいなことで思ってもそれはできないので、なのでそれが分かった上でちゃんと参加するようにお願いします。で、他の細かい注意点に関してはご自身でキャンペーンページなどをチェックしてみてください。 そして、ここからは、キャンペーンの参加方法のやり方なんですけども、僕の場合、なんと、10年以上前に、この三菱 UFJ 銀行を作成したので、まあ実はインターネットバンキング自体をスタートしていなかったんですよね。ちょっとお恥ずかしいことに。なので、僕の場合は、まずインターネットバンキングの手続きからスタートしましたので、ぜひそちらも含めてお伝えするので、そこはご了承ください。 まず、その専用の画面があるんですけども、これはエコ通帳の申し込み画面なんですが、ここでインターネットバンキングを現時点では申し込んでないので、まずはそこからですね。で、この画面を下に下がっていただきまして、ここの三菱 UFJ ダイレクトに申し込みっていうところをタップします。そうすると、インターネットバンキングの始め方というような画面が出てきます。 そして、この画面も下に下がりまして、ここの、お申し込みというところをタップします。そしたら、三菱 UFJ ダイレクトのお申し込みに当たってというような画面が出てくるので、ここも下に下がりまして、あとはですね、ここに今表示がされているような、ご自身の天板、口座番号、名前、生年月日を入力していけば、これでインターネットバンキングの設定が完了となります。まあちょっと色々入力するので、詳細は省いているので、ここもご了承ください。 次にエコ通帳の設定画面、申し込み画面となります。なので結構ここから行う方が結構多いんじゃないかなと思います。なので早速ここのエコ通帳の申し込みをタップして、今出てるようにご契約番号もしくは店番、口座番号、そしてインターネットバンキング、ログインパスワードを入力してログイン。あとはここで画面の指示に従っていってください。ここもいろいろちょっと入力をすることが多いので、細かいところは省きます。 そして、それが終わった上で、今回のキャンペーンページに戻りまして、今これがトップ画面なんですけども、ここのキャンペーンページにある参加登録はこちらとあるので、これをタップします。そして、ご覧のような名前、メール、アドレス、エコ通帳に切り替えする、普通預金の天番と口座番号。 それぞれを入力して、同意して、あとは内容確認画面に入って、これで完了ということになります。ちなみにこれが完了したら確認用のメールというものがご自身届きますので、届きましたらそれもぜひチェックしてみてください。いや、まあ、キャンペーンの申し込み画面には1分で終わるっていうことだったんですが、多分エコ通帳の切り替えがまだの方がいらっしゃるかもしれませんが、まあ僕の場合はまさかのインターネットバンキングまでが設定していなかったので、余計時間がかかった印象でしたね。まあ 結構まあ動画ではサクッと言ってるんですけども、ちょっとちょっとまあ入力が多かったかなとは思っています。まあただこの設定をするだけで先着で1000円がもらえるなら結構ラッキーかなと思いますね。 今回お伝えしたことをまとめると、先着で10万名様に1000円。そして、エコ通帳未契約で期間中に切り替えした方と、そして、キャンペーンサイトからの申し込みが必須、インターネットバンキング解説していなかったら結構時間がかかるということでした。まあ、もしですね、三菱 UFJ 銀行持ってて、もう通帳は使わないし邪魔だなっていう方がいらっしゃれば、このキャンペーンに参加してみるのもいいのかなと思います。一応、下の概要欄に今回お伝えした キャンペーンのページ、キャンペーンの公式リンク貼っていますので、ぜひですね、詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。まあ、今日のですね、銀行の話題にちょっと関連するんですが、なんと、あの、ゆうちょ銀行がついに、 2月下旬、ゆうちょ通帳アプリというサービスが 開始するということが発表がされました。ゆうちょダイレクト残高紹介というアプリが今もあるんですけども、これがなんと4月の30日でサービスが終了となりまして、今お伝えしたゆうちょ、ちょ通帳アプリが始まるということでした。もうつい噛んじゃったんで、まあもうこれはもうカットせずそのまま行くんですけども、ちなみにそのアプリで利用できる主な機能は、 ま、残高紹介もちろんなんですけども、入出金明細紹介。あとは、収支のグラフ表示。これですね。ま、ネットに探せば、あの、そのグラフがどんなものかっていうのはあったんですけども、ああ、なるほどな、みたいな感じのグラフです。そして、アプリを開いたら、口座残高が自動で、 更新されるとということでした、まあ、僕の勝手な印象なんですけども、今のこうネットバンクとかに関しては、今お伝えした機能っていうのは結構もう備わってるような銀行って結構多いんじゃないんかな。 っていう風に勝手に思ってるんですよね。もちろんそのねにこうディスってるとか言うわけでは全然ないんですけども、なんかこう僕の中のゆうちょのまあ印象っていうのは本当にこうゆっくりゆっくりゆっくりこう進んでるんだなっていう風な印象なんですよね。もちろん結構その疲れてるユーザーの方も結構多いと思うんですけども、もうなんか本当新しいサービスとかもうすでにこう出てるものが何、何ヶ月か何年か経ってこう出てくるという感じなんで、まあなかなかね、こう革命的なものが起きないっていう のはあるんですけども。まあそれもま1つゆうちょの特徴なんじゃないかなっていう風には思っています。まあ、あとはですね。みんな大好き。ゆうちょペイもあるとは思うんですけどもまあ、去年はゆうちょペイのサービスが開始した。当初についてはまあ、最初の。 500円を配るプレゼントで僕もありがたいことにゆうちょ銀行にちゃんと500円振り込まれてそのゆうちょペを使ってアップルマンゴーパフェを買ったわけなんですけどもそれ以来はですねまあなかなかこうゆうちょペとはご無沙汰にはなってるんですよねま正直なところこれ使っている方ゆうちょペ使っている方って僕のチャンネル登録してくださっている方でいらっしゃるんですかねまちょっとこれ正直気になるんですよねま僕はいつもこうみんな大好きゆうちょペと言ってるんでま結構みんな 大好きなんじゃないかなっていう風に勝手に思ってはいるんですけども。まあ実際このゆうちょとつながってることで決済した瞬間にゆうちょから引き落としされるっていうのは結構。まあ、それはそれで便利だなと思うんですけどもまあ今もね。こうちょっとしたクーポンが出たりもたまにするんですが、ま是非ですね。まあどっかのタイミングでこう。革命的な革命的なこう。キャンペーンとかを。 まあ、来年ぐらい、今年はちょっと難しいと思って、来年ぐらいに、え、ここでそのキャンペーンするみたいな時に、まあ、y o u にもぜひですね、革命的なキャンペーン出してほしいなっていうには、僕は、ちょっと可愛い期待をしております。ということで、ありがとうございました。